京セラドーム大阪には大観衆が詰めかけています。オリックスバファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか。3番バッター浅村、ワンアウトランナー一塁です。初球打ち、イーグルス1点を先制しました。1対0、序盤から試合が動いていきます。オリックスバファローズ痛い敗戦となってしまいました。とても緊張感のある引き締まった内容となりました。あと一歩と残念ではありましたが、いい試合だったのではないでしょうか。明日以降巻き返しに期待したいと思います。勝ったイーグルス、接戦をものにしました。一方のオリックスバファローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで京セラドーム大阪から失礼いたします。本日のご来場5000円、誠にありがとうございました。お帰りの際にはお忘れ物などございません。